どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、先日ポイントサイトにね、こちらの案件ずっと消えてたんですけども、こちら ANA 東急クラブ級クレジットカードですね、こちらの案件がね復活しまして、まあ復活したって言ってもね、まあ1300円ぐらいなんですよね。まあ今までずっとね600円とか700円ぐらい推移してて、まあねやっと1000円超えてきたわけなんですよね。この1000円を超えたってことで、この機会にねこの東急クラブ級クレジットカードをね発行されるって方もね、まあ、中にはいらっしゃると思いますんで、まあ、本日はね、こちら、ANA 東急クラブ級カードのね、解説、やっていきたいと思います。でこの動画ではですね、三井住友クレジットカードなんですよね、この ANA 東急クラブ級カードっていうのは、っていうので、コース、ポイント、あとね、お得な発行の仕方みたいなのもね、最後に、紹介して、この動画ねやっていきたいと思います。それではね、まずはじめにこのね、今回の動画はちょっとね1ヶ月前ぐらいに、同じようなね動画を出しておりますので、まあ、ちょっとね内容重複してしまう部分もあると思うんですけども、キャンペーンがまた始まって、まあ、入会方法ねお得な方法ちょっと変わってますんで、その点をね、ご了承ください。でまずね、この ANA 東急クラブ級カードの基本スペックなんですけども、年会費が2000円で、初年度無料になっております。でこちらは、三井住友カードっていう風になっておりますんで、マイペースリボの登録、ウェブ明細の登録で年間1回の、ね利用で、割引制度がねございまして、年会費が751円までね、まあ、下げれるクレジットカードという風になっております。で還元額なんですけども、まあ、ちょっとねこちらは後で説明しますね。この三井住友クレジットカードのこの ANA カードって、コースによってね還元額が変わるんですよね。で後で説明しますね。で、継続と入会で、1000マイルがもらえるっていうことになっておりますんで、こちらねマイペースリボ、ウェブ明細の登録、年間1回の利用ですね、まあ、こちらで751円までね年会費が抑えられるにもかかわらず、継続ボーナスで1000マイルがもらえますんで、ポイントサイトからね ANA マイル交換するためにね、この東急ルートっていうのにね、このクレジットカードがないと、東急ルートが利用できないので、まあ、そういう意味では持っていてね、まあ、損にはならないクレジットカードなんですけども、このねマイペースリボウェブ明細年間1回の利用で751円まで年会費下げれますんで、まあ、それで1000マイルもらえるんだったら、まあ、悪くないですよね。でこれね入会するときにですね、この ANA カード、 ANA の三井住友カードっていうのは入会する時点でコースをね、選択する画面が出てくるんですよね。ちょっとその画像をここら辺に出しておきますけども、まあ、そちらで、自動コース、自動コースに登録するっていうのがね出てきて、まあするかしないかみたいな、まあ、3択で出るんですけども、これどれを選べばいいかってまず思うと思うんですけども、細かい話は後でしますけども、ひとまず申し込まないにしといた方がいいです。でこの三井住友クレジットカードっていうのはですね、ポイントが2種類あるんですよね。ポイントが2種類で、普通の通常ポイントと、プレミアムボーナスポイントっていう風にね、まあ、2つに分かれてまして、まあ、通常は通常のポイント、決済で切ったポイントは通常ポイントで入ってくるんですけども、このプレミアムボーナスポイントっていうのは、まあ、リボ払いした時のボーナスポイントだったり、三井住友カードがやっているポイントアップモールだったかな、そういうので追加でもらえるポイントとかね、こっちで付与されたりするんですけども、自動移行でね聞かれているポイントっていうのはこの通常のポイントの方の話なんですよね。申し込み自体の時には、まあ、申し込まないにしといていただきたいんですけども、まあ、その後ね選択しなきゃいけないんですよね。種類としては、自動5マイルコース10マイルコース応募5マイルコース10マイルコースのこの4つから選ぶ感じになるんですよね。まあ、先ほどね入会する時に聞かれますって言いましたけども、こちらね自動10マイルコースとかにすると、この ANA 東急クラブ級カードっていうのは、ANA の一般カードに当たるわけなんですよね。これがゴールドカードだと、まあ、この自動マイル10マイルコースにしてても、まあ、手数料かかんないんですけども、この ANA 東急クラブ級カードはですね一般カードなんで手数料かかっちゃうんですよ。ですので
ひとまずね、申し込まないにしておく方が無難です。で、この申し込まないにしておくとですね、追加費用はかかりませんからね。これ自動マイル10コースにしちゃうと、もう自動的にね、マイルに交換してってくれるんですけども、年間6000円ね、たとえポイントが、移行できるポイントがあってもなくても年間6000円自動でね、取られていきますんで、本当に、その点だけはね、注意してくださいね。それではこの自動5マイルコース、10マイルコース、応募5マイルコース、10マイルコースをね、ちょっと解説させていただきますけども、まず自動5マイルコースの場合、手数料は無料なんですよ。手数料無料。その代わり、還元率がね、下がるんですよね。で、こちら三井住友カードは1000円で1ポイント貯まるんですよね。で、1000円で1ポイントでそれが5マイルになるんですよね。ってことで、100円で 0.5 マイルっていう計算になるんですよね。ですんで、自動マイル5コース、応募マイル5コースの場合は手数料がかからない代わりに還元率が低いんですよね。で、自動10マイルコースにすると、還元率が上がるんですよ。1000円に対して10マイル貯まるようになるんですよね。その代わり移行手数料がかかるんですよね。ですんで、まあこれ自動10マイルとか、これ10マイルコースにするとですね。で、自動10マイルだと年間ね、先ほど言った通り、手数料がね、何にもしなくても引かれていってしまうものなんですけども、応募10マイルコースにするとですね、還元率は高いんですけども、移行手数料は自分で応募した時だけ手数料がかかるっていう風になるんですよね。ですので、おすすめの応募コースとしては応募10マイルコースにするのを、選んでくださいね。これが一番おすすめとなっております。まあこれ応募10マイルコースにすることによって、通常ポイントはね、有効期限が2年間っていう風になっておりますんで、まあ2年間ね、貯めて、もう有効期限がね、危ない、まあ切れるぐらいのタイミングで、この応募してね、ポイントをマイルに交換するっていうのがね、一番、年会費、なんつうか移行手数料もね、節約しながらマイルにね、ポイントを交換できるっていう風になるんですよね。その代わりね、手間ですよね。うん。あと、もしね、これ忘れてしまったりしたらですね、ポイント飛んでしまいますんで、まあちょっとそういう手間がめんどくさいなっていう方はですね、まあ自動5マイルもしくは10マイルコースね、まあ選ぶようにするしかないっていう感じになるんですよね。まあこちらね、自分で移行するのはめんどくさいなっていう方もいらっしゃると思うんですけども、先ほどポイントはね、2種類ありますって言いましたけども、プレミアムボーナスポイントっていうのがね、三井住友カードにあるんですけども、こちら1ポイント3マイルに交換できるんですけども、このプレミアムボーナスポイントっていうのはですね、自分で移行しなきゃいけないんですよ。ですので、まあ、この自動5マイル自動10マイルコースを組んだとしても、まあ、結局ね、プレミアムボーナスポイントっていうのは自分で移行しなきゃいけないんで、まあ、そういう意味ではですね、まあ、応募10マイルコースにして、まあ、ちょっと手間ではあるんですけども、自分でね、応募してポイントをマイルに交換される方がね、おすすめかなっていう感じなんですよね。まあ、ちょっと移行手数料はね、ちょっとかかってしまうのはもったいないですからね。今ね、ポイントとコースについて解説させていただきましたけども、まあ、こちらはあくまで東急クラブ級 ANA カードをメインカードにされる方向けというふうになっておりますんで、まあ、もしね、東急ルートのルートをね、利用するために保有される方はですね、とりあえず発行していただいて、マイペースリボと、ウェブ明細、あと、年間1回のね、リボ払いのある手数料をね、利用するっていう風にしていただければ、まあ、年間751円でね、維持することができますんで、まあ、それでね、保有さ、していただくっていう感じになりますね。で、最後にですね、クレジットカード発行について、お得な発行の仕方ということで、こちらね、ANA のクレジットカードなんで、ANA のね、今やっている入会キャンペーンにも適用になりますんで、まあ、結構ね、大きめのマイルが獲得できますんで、発行検討されている方は、まあ、このルートでね、発行されることをお勧めします。まずね、マイトモプログラムっていうね、ANA ではやっている、まあ、紹介制度なんですけども、まあ、そちらで、既存の会員の方から、
紹介番号とね名前をもらって ANA のサイトでね、まあ、申し込みするだけで、500マイル追加でもらえますんで、入会ボーナスが1000マイルもらえますんで、合計でこちら1500マイルがねもらえます。周りの方にね ANA カード持ってる方ね、探してもらって、もしね、周りに ANA カード持ってる方いらっしゃらないっていう方はね、私から、紹介させていただいてもっていうのはね、まあ、冗談として、まあとりあえずクレジットカード発行する際はですね、周りに ANA のクレジットカード持ってる方いないかね、調べるようにしてくださいね。これねもらってももらわなくても何にも変わらないんで、まあもらわなかったら単純に損するだけっていう感じになってしまいますんでね。で次に、ポイントサイトですね。今ねポイントサイトポイントインカムで1300円までポイント上がっております。こちらも東急ルートに乗せることによって975マイルに、交換することができます。で次にですね、今 ANA のね、クレジットカードキャンペーンですね、 ANA 側のキャンペーンで、3月からね新しいキャンペーン始まりましたよね、まあ、そちらも、対象というふうになっておりますんで、まずね、8月31日までに ANA のね飛行機に乗って、1000マイルで、プラスして、クレジットカード利用でね、マイルがもらえます。20万円以上50万円未満で、3000マイル、50万円以上、100万円未満で1万マイル、100万円以上で2万7000マイルがもらえます。で、次にね、ANA カードファミリーマイル登録で、1000マイルっていう風になります。こちらね、合計して全部で3万と500マイルがね、もらえるキャンペーンになります。結構でかい ANA マイル数もらえますよね。ですのでもしね ANA カードをね初めて発行される方はね、ちょっとこちらもね積極的に狙っていただけたらなと思います。いかがだったでしょうか。今回はですね、ANA 東急クラブ級カードの、ポイントとコースおすすめのね発行の仕方をね、紹介させていただきました。この動画役に立った方、いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。